一大事にございます。報告します。はい、うむ、皆の者、そうだな、うん、一つ承知しました。申し上げます。この力、はい、感謝する。あるいは、うん、一つ、はいよ、おい、以後、はい、感謝する。うん、おそらく、一案がある。おそらく、そうだな、あるいは、それは通せません。そうだ、Thank you.
この時を待っていた。軍議にて試験を述べまする。お聞きあれ。受けたまわった。うん、わかったぜ。わかった。ああ、かしこまった。ああ、お任せを。うむ、承知。はい、なすのみ。うん、我が全力を。うん、かしこまった。倒し。読めぬとでも。この戦況ならばこの手で行くか。その愚かさが命取りだ。金馬長、まかり通る。続け。馬毛騎と共に戦い抜くべし。進め。ただ一振りの槍たかけよ。全軍震え。超支流は宝資源の策を先導する。清流円月と参る。どう仕掛け進め。真骨頂を発揮するのだ。先導する。鈴の観念続け。おう、欲徳様のおなりだ。せい。いざ。どうするか。行け。報告します。これで一手。進め。これで一手。このようなこともあろうか。これで一手。手間をかけさせる。宝海将、進むのじゃ。次の一体制を整えよう。金馬長、まかり通る。続け。そら、総猛徳の首はここだ。わし自ら出ねばなる。ただ一振りの槍足らん。かけよ。どの手を。その際さらに生かせよ。宝資源の策を所望か。先導する。清流円月と参る。策をこう先導する。鈴の観念を呼んだ。続け。打棒の餌食に行くぜ。手心なく前へ。報告します。行くとしよう。新たなる陣を敷く。これで一手。さあ見せ。道を開け。我が策に惑うがよい。宝海将、前進あるのみ。次の一手、全身放て。金馬長、まかり通る。続け。
せよ。命が惜しくば。そうか、どうなっている。ありえ、続け。貫く。かけよ。総猛徳が行くぞ。宝資源の差し進め。叩け。進め。隊列を崩すな。青龍円月刀も進め。いざ。いざ。いざ。大前と心で戦う。敵の動向は。隊列を崩すな。叩け。どうするか。進め。鈴の観念を呼んだ。進め。邪魔だ。多忙の餌食になるのはどいつだ。行くぜ。私の三段を立てねば。行け。これでいって。宝海将、双剣進むのじゃ。さて、どうぞお手柔らか。天は我に味方せり。芝中達、これ金馬長まかり通る。急ぐぞ。進め。進め。ただ一振りの槍足らん。雷帝のごとく。うがつ。総猛徳が行くぞ。宝資源の策を先導する。叩け。隊列を崩すな。青龍円月刀の冴えを見。いざ。蹴散らす。敵の動向は先導する。叩け。失態。進め。鈴の観念を呼んだ。続け。多忙の餌食になるの。行くぜ。いざ前へ。ただ粛々と。これでいって。おっしゃ、続くぜ。前進あるのみ。金馬長まかりと。急ぐぞ。援護せよ。えい。
禁じえぬ。急ぐぞ。ただ一振りの槍足らん。かけよ。どの手を止めそうか。宝資源の策を所望か。先導する。青龍円月刀の冴えを見、いざ策を講じ先導する。鈴の観念を呼んだか。続け。超欲徳様のついてこい。手心なく前へ。どの手で行くか。行くとしよう。こう解消。そう進むのじゃ。どの手を使うか。芝中達。これ新馬長まかり通る。急ぐぞ。落ち着かんか。戦場だぞ。超支流参る。はっ。超支流これにあり。かけよ。どの手を止めず。これで敵はどう出るか。兵法の神髄、総猛徳が教えてやろう。隊列を整えよ。し青龍円月刀の冴え。進め。想定通りよ。参る。城に迷いなし。どう仕掛けるか。進め。つけなくす。鈴の観念を呼んだか。急ぐぞ。命が惜しくばそこをどけ。打棒の餌食になるのはどいつだ。知恵を貸そう。手心なく。どうする。行け。思い知れ。久しいな。陣を崩すな。前進。我が一撃その身で受けよ。ただ粛々と。これで一手。知恵を貸そう。ほう解消。進むのじゃ。せよ。遅れでないぞ。さて行くぞ。敵に足をすくわれぬようにな。進め。はてさて参ろうか。この一撃はいかがかな。芝中達先導。ひたすらに押し数打を与えよ。収集を急げ。どの手を取る。これぞ天命の一撃。バッカ野郎落ち着かねえか。うむ。隊列を崩すな。鳳凰の計略よ。そう簡単にはしのげまい。青龍円月刀の冴えを見よ。進め。
進め。道を開け。どう仕掛けるか。進め。先導する。神機妙算の一撃食らうがよい。鈴の観音を呼んだか。急ぐぞ。一案が。よろしい。このようなこともあろうかと。チー、たけりを続け。せず、存分にやれ。どの手で行くか。これで一手。兵は軌道なり。干渉前進あるのみ。援護せよ。そんな、続けその一撃で風穴を開ける。そんな、全身敵をかく乱すべし。手心なく。打てる手は打つのみよ。行け。芝中、その愚かさが命取りだ。あ、進め。金馬町の名、飾り敵陣を貫く。えい。続け。深く、次こそは。うむ、雷帝のごとく、雷帝のごとく。かかれ。どの手も驚くなよ。宝資源の策を所望か。援護せよ。進め。関雲長、出る。道を開け。どう先導する。援護せよ。鈴の観音を呼んだか。どうするか。うん、行くぜ。援護せよ。やはりか。死んだ万象、我が掌中にある。感服いたす。まねえな。すべては体系型手抜かりなきよ。
はい、一つ策がある。知見を述べまする。知見を述べまする。いらっしゃいませ。今後ともご贔屓に。はい。はい。いらっしゃいませ。今後ともご贔屓に。いらっしゃいませ。今後ともご贔屓に。もてなそうぞ。私にご用が。はて、一つ策がある。今は難しいのだ。いらっしゃいませ。今後ともご贔屓に。いらっしゃいませ。今後ともご贔屓に。いらっしゃいませ。今後ともご贔屓に。はい。初めてお目にかかる。はい。うなずくかどうかは内容次第。それは誤りです。覚悟せよ。ざれ言を言うな。いにしえの天神曰く、古書にはこうある。それは誤りです。少々出過ぎたか。お初にお目にかかる。はい。黙って認めるわけにはいかぬ。道理を正さん。道理を正さん。それは誤り。ここまでする気はなかったのだが。ふん。Thank you.
話を聞かせてくれ。うむ。慎んでお聞きしよう。道理を正さん。何を。弁舌も捨てたものではないな。ご機嫌は。はい。ご足労、痛み入る。うむ。ご来訪感謝いたす。まずは聞こう。それは誤りです。道理を正そう。決めるぞ。ただ義のために。これが論理。我が弁舌を披露せん。少々出過ぎたか。ご用件を伺おう。お任せを。つまらぬ話を聞く耳はないが。それは誤りです。いにしえの賢人曰く、それは誤りです。ここまでする気はなかったのだが。ふん。大したおもてなしはできませんが、申し上げにくいのですが。こんなのはどうだ。ご来訪感謝いたす。は。
まずは聞こう。それは誤りです。道理を正さん。我が弁舌を披露せん。少々出過ぎたか。ご足労感謝いたす。しかとつまらぬ話を聞く耳はないが。道理を正さん。古の天井いわく、我が弁舌を披露せん。少々出過ぎたか。ふん。話をお聞かせくだされ。お任せを。聞くだけは聞こうか。それは誤りです。まだわからんか。まだわからんか。それは誤りです。少々出過ぎたか。ご来訪感謝いたす。ご容赦あれ。ご用件を伺いましょう。承知しました。うなずくかどうかは内容次第。いにしえの賢人いわく、道理を正さん。こうではない。我が弁舌を披露せん。少々出過ぎた。ご用件を伺います。お任せあれ。慎んでお聞きしよう。それは誤りです。何を。いにしえの賢人いわく、我が弁舌を披露せん。少々出過ぎたか。